少年を凍らしても裏表紙一重泣いてもらったも流されるしまもの何もないそこまでやるか運命が国の強き息吹が二つ、いや、三つ吹き込んだか。さあ、たぎれ魔王よ、覇王よ、今は名もなき絆の王よ。これほどの強者が一堂に会するなど、まるで白昼だ。そう思えばホテルが必要。違うかな、魔の友よ。クジャクは世の将棋より降りてから物を言え。中ではすでに始まっておるか。ヤタのカラスの鳴く声を。この戦の勝者が天下に王手をかける。それは誰にも譲れない。我らにとっては都合のいいことだ。ここまで来たらもう引き返せはしない。我らそれがし徳川家康、東条の名のもとに参陣つかまって来たな。絆の友、ぜひたどり着いてみせて。余は本陣にてまとう。さあ来い友よ。たとえどんなに微力だろうと、我らを俺だって豊臣の力だ。世にクレイジキをもたらすは世がクレイキの他になし。力と知力を編み込んで大きく広げるのは俺たち兵卒だ。ちとっかや、我らには馴染みの匂い。何、これ式のことで勝負の行方は動かぬよ。迎えには事を欠かぬわ。策を練り直すならば今しかないぞ友よ。物にしてはヤタのカラスの鳴く声を。面白し、我が国は富、軍は強兵である。いざ進め。一切承知。やはり世でなければ止められぬか。わしは決めた。この両腕を精一杯広げると。所詮は伊藤武か、じれたが末に伊佐を求むなど自己の行いぞ。やはりその方も人の子だな。中華
まるで我が子を眺めやる男親のごとく。徳川あの裏切り者が、よりにもよって帝と魔王を追い詰めた今この時に。うろたえるな。我が軍はこの場にて家康を迎え撃つ。うつけ二人の組み合いなど好きにさせておけばよい。よい。弱兵はいらぬ。我が軍より去れ。六幕家の疲労は与えた。拙者はここまで。信長を導け秀吉殿。そしてまだ見ぬ才の帝、あなた方は紛れもなくこの日の元の英雄だった。今が好機ぞ。力で畳みかけるのだ。お任せを。ヤタのカラスの鳴き声を。いかに転べど高が全然。王は物の上にあるもの、それらを見下せし者ぞ。崩落橋のアングな王と、そしらはそしれ。総力を持って世に当たらなんだ。その豪華にしめる。よく言う。世への陳情あらば何なりと申してみよう。さあ思い上がりしを持ってか。あなはだもって不快なり。わしは本当に言葉を尽くしてきたか。いざという時に口をつぐみはしない。皆の者、我らが魔王様を信じよう。今なすべきは猿の軍勢を打ち払うことよ。どうした、お主たちにも期するものがあるのであろう。我らに脅しは効かない。一体いつ理解する。力なきは罪、罪深きは無力。愚かな王がもたらす不幸、そして強兵、我が正すはそれのみよ。え、所詮は猿よ、偽りの王よ。良きかな。あえて言う、もう一段上の猛者を置くべきではないかな。粛清の手がもはむけた。拳を天に掲げよ。我が豊臣に勝利あれ。さて魔の友よ、ここで油を売っていてよいのかな。わしは果たして彼らの器に並び立てるのか。今さら問うべきことでもなかったな。東軍に遅れは。よし、現状は許容範囲内か。過去であろうと未来であろうと、我が拳で掴み砕けぬものなどなし。天地を変え、我が力に屈せよ。第五の曲と語る。手始めに我を選んだからには覚悟はできていような。そちら様、ようござんすね。紅蓮に染まれ、最下延長。貴様はつかぬ。我はの怒り、くさぬ人道の道を砕け。我が絵画は長に続く。そう、時代の果てまでも。わしは時をかけすぎた。
その果てにようやく見つけた答えがこれだ。さあわしと結ぼう、たゆまぬ絆を。そうか、お前が秀吉殿、力を超えてみせた。知りたいな、何によってそれを果たしてみせたのか。戦が我らを未来へと導く。犠牲を払いたくはない。前に立つ理由などそれだけさ。お前が見せたのは力か絆か別の何か。急所を打ち抜けば終わり。お前がそれを望むのである。気もなし。世の城を蝕む小虫どもが踏み潰してくれ。あの変幻自在の銃撃は我らも目を見張らずにはいられぬ。余興ぞ、陸奥の師団をはみてなお仁王だって見捨てる。我らは戦と共に生きる。それが道だ。それが最下だ。いよう、いよう、制する夢に溺るか。一発の銃弾が戦況を覆す。我らの弾がそれができる。所詮は世も故により逃れられぬものであるか。不思議だな。三つもの傑が揃いに、何故に世は一人なのだ。世が望むは、人々が限ろう熱き時代、全てのものがさんさんと輝く生きた時代。さあ友よ、今こそ創生の時。求めずしていれし第四のもの、その方こそが世を八千子としてくれるのか。将軍、久保、検定などと余人はのたまが、今ここにあるはただの義輝よ。
は時の運だという。ならば運そのものを打ち負かしてしまえばよい。たやすいことだ。一押しだ。あと一押しで世に勝てるぞ。お前の強さ、そちらさんもようござんすね。グレンに染まれ、最下延長。何のために誰のためにある。谷の上で死のうなど、もとより考えてなどおらぬよ。色を壁に登れ。忠告する。我らの残弾が尽きることはない。熱いぞ。ありがとう、友よ。忘れえぬ記憶を。今ここで我らを雇いたいと。無理だな。次の戦場が我らを呼んでいる。